まさかまたさっきのアルケニモンが。いや、助けを求める声だった。この辺りから聞こえたが。助けを求めてんなら助けてやろうぜ。待ちたまえ。どんな相手かもわからないんだぞ。恩をあたで返されたらどうする。そんなこと言わないで助けてあげようよ。うるさい。お前が口出しするな。助かりたかったら襲うなとか条件つけてやったら。だったらもっと要求してやりましょうよ。食べ物よこせとかどう。それじゃあ追いはぎじゃないの。あ、見つけた。お助け。テントモンだ。悪いやつじゃないよ。蜘蛛の巣に絡め取られてるね。かわいそうに。条件次第かな。食べ物でもいいけど、何か持ってるのかな。それならミュウの目撃情報がないか聞けないか。なるほど、わかった。アグモン、お願い。任せて。助かった。いや、どうもおきに。ん、珍しいこともあるもんやな。また人間の子供です。またって、君他にも人間の子供を見かけたの。はいな、アンさんの後ろにいるやつよりエロ小さかったです。それってひょっとしてミュウ。その子って一人で歩いてたの。いや、それがあの怖い歩きにもに捕まってましてな。えらいかわいそうでしたから、隙を見てちょちょいと助けたったんです。そしたら歩きにもにバレまして、わて捕まってしまったんですわ。それでミュウは。その子はどうなったんだ。え、ああ、ちゃんと逃げ張りましたよ。途中まで一緒でしたから間違いありません。なんかあれです、キラキラしたとこへ行きまして。そうか、教えてくれてありがとう。それとミュウを助けてくれたこともありがとう。いえいえ、これくらいお安い御用ですわ。キラキラしたとこって。わてもあれや、なんちゃったらいいんやろ。上の方からぼーっと眺めたらいいんちゃいますか。あ、それなら電波塔の上から見ればわかるんじゃない。そうだな、それなら早く登ってみよう。よし、やっと着いたぞ。いや、今さらだけどさ、こんなボロボロのロープウェイが動くなんておかしくない？どっから電気来てんの？メンテとかどうなってんだよ。誰がやってんだよ。おかしいだろ。校舎の水道だってそうだよね。何なんだろう、本当。今はそんなことよりミュウの行方だ。さっさと登ろうぜ。おい、なんだこれ。どうなってやがる。
周り中が海だと。おい、ここは山間部だったはずだぞ。これ島じゃん。やっぱ俺たち強制移動させられてたの。なんだかとんでもねえことになってきたぞ。お前たちの校舎も神社も全部見覚えある建物だってのに、位置も違えば地形も違う。どうなってんだ。嘘でしょ。何がどうなってんの。みんな落ち着くんだ。修二さんが一番落ち着いてないじゃない。そんな なんで海、なんで島なんだ。見覚えのない建物すらあるぞ。スパイプだらけのでっかい建物があるな。異世界ってことでいいのよね。もうないって。まだ悲観するには早いよ。でもりょう、やっぱりここは元の世界じゃない。元の世界じゃ。死後の世界だ。そう、それで間違いない。おい、しっかりしろ、リョウ。俺もあいつらもみんな死んでるんだ。じゃあ、ママは？そうだよ、そうさ。だからママはここにいるんだ、きっと。あれはもう間違いない。俺を呼びに来たんだ。おい、何を言ってる。落ち着くんだ。いいか、ここでパニックになっては危険だ。こういった時こそ一人一人が自覚を持って周囲に目をやり、慎重に自らの行動を。うるせえ。いった、殴ることないじゃないか。おい、リョウ、どこに行く。危ねえぞ。まずいぞ、リョウを止めないと。大丈夫、分かったんだ俺。ここにママがいる。ママに会えるんだ。ママ俺だよ。助けて。
やかましい坊やだこと。そんなにママに会いたかったのかしら。ほら、いらっしゃいな、かわいい坊や。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでもどこでも困ってる俺を助けてくれる。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。なあ、そうだろ。ママ助けてよ。なあ、何言っちゃってるのあんた。うるせえ。俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ、俺ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの楽しみにしてたんだ。早く早く会いに来て、ママ。あら、ダメね。この子壊れちゃってるよ。どうしますよ。きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど、この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。仕事する。え、なんだこれ。いやだ。なにこれ、ママ。動くな、掴みにくい。ここから落とす。絶対死ぬ。確実。助けて、ママ。うるさい。黙れ。これでも食らえ。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪いから。リョウはまだ無事なのか。抵抗してる。リョウ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。クネモンがリョウを助けてだって。分かってる。
絶対助けるからな、クネモン。ミユキとハルは危ないから下がってて。うん。みんな、行くぞ。
そんなこと思ってない。友達が苦しんでいるのにただ眺めているだけなんてできるわけがない。フローラモン、お願い手を貸して。それでいいのよ。先ベジーモン、さっきの強い思いが私をベジーモンへと進化させた。これで私もさっきの思いに応えることができる。行くわよ。覚悟しなさい、サイクロモン。俺が行く。俺が行く。
イム。さあ、行くぞ。よし、私だな。